フットボールファンの皆様、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。いいスタートを切るためにも勝っておきたいこの試合、新たなる野望を持って真剣勝負で挑みます。もう間もなくキックオフとなります。熱狂に包まれるスタジアムに見守られながら今キックオフです。今日の両チームのフォーメーションです。ホームチームは 5-3-2 で臨んできています。ワールドクラスの選手が揃う非常に優れたチームです。一方アウェーチームは 5-3-2 で挑みます。攻守ともに個人の能力が優れた選手が揃っているチームです。ボールを取り返す。前線でポストプレーを狙い攻撃の起点を作ります。デブライネ、ここは一人か、キーパーです。お互いにどう崩していくのか、じっくりと見守っていきます。倒されてしまいました。ここからリスタートです。ロベルト・カルロスから出る得意のクロスに期待したいところ。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。ここで奪い返された。これは通らない。前半まだシュートを打てていない両チームです。ロベルト・カルロスからネドベド、左に開いてケッリーニがカットしました。ワントラップ、左へ送った、奪います。この指示でゴール前までつなぐことができるか。ここで奪って抑えます。相手ボールになります。トラップ、ここで奪い返します。ここで奪われた。ロベルト・カルロスから前へ、監督からパスの指示が飛びます。奪われました。試合を一度止めます。さあプレー再開です。クリスティアーノ・ロナウド、安定したポストプレーが特徴。このシュートは防げなかったか。この先制で相手が波に乗らないよう気を引き締めたい。見事なゴールでスタジアムの大歓声が響きます。ここで先制ゴール、均衡が破れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。ネドベド、ここで仕掛ける、相手ボールになります。前線付近でボールを持ちます。ロベルト・カルロス、多彩なクロスボールで決定機を演出します。ここで奪われた。ネドベドがパスカット。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。パスを送りました。クリスティアーノ・ロナウド、これはオフサイドラインを越えていたようです。これは気をつけないといけません。フリーキック、ロベルト・カルロスがパスカットに入りました。得点につながる指示となるか。ここで奪われた。アンリ、ここで仕掛けます。落ち着いてキャッチします。ロベルト・カルロス、多彩なクロスボールで決定機を演出します。左へ送りました。得点につながる指示となるか。ここで奪い返された。ネドベドがパスカット、奪われました。ラインを割りました。スローインで再開です。しつこいチェイシングを選手たちに要求しています。ここでホイッスル、前半45分が終了です。前半はリードを許してしまう苦しい展開、後半での攻勢を期待しましょう。さあもう間もなく後半です。デリフト、このチームのパス回しの起点となります。サイドを崩しクロスによる攻撃を組み立てます。後半ビハインドでのスタート、ここからどう反撃してくるでしょうか。ボールを奪いました。トレゼゲ、安定したポストプレーが特徴の選手です。ネドベドから右へ、ウムティティからディアワラ、ボールを運びます。ディアワラからアンディ、
ここで取り返す。指示した道筋を信じ選手たちが動きます。ボールが奪われました。このパスはキエッリーニがカットしました。このボールを左に、相手ボールになります。ここで選手たちにパスの指示が飛びます。奪います。左に出しました。ディーロレンツォがキープ。ディーロレンツォから素晴らしいスルーパス。キーパーです。選手たちが監督の指示に応えるべく動きます。ロベルト・カルロス、今日もサイドからチャンスを作り出します。ボールを奪いました。監督の戦術通りに選手たちが動き攻撃を仕掛けます。奪われました。ネット、ファンダイク、これは少し危険なプレーでした。さあプレー再開です。ボールを取り返す。オドリオソラ、これは一旦外に出しました。タッチラインを割りました。ボールを入れます。センターに逃げる。ラインを割りました。キーパーからリスタートです。さあプレー再開です。抑えます。この位置から相手選手を警戒します。メドベドがキープ。ここでボールを失う。現在指示している戦術で攻めに出ます。ファンダイクがパスカットしました。抑えます。メドベドから出る得意のクロスに期待したいところ。サイドを崩しクロスによる攻撃を組み立てます。ボールが奪われました。ここで奪って、さあ残り時間わずか。現在指示している戦術で攻めに出ます。アラバックから縦へ、サイドへ、ワントラック、ここで取り返す。ボールが奪われました。前に出す。ここでボールを取られる。さあアディショナルタイム、これが最後のプレーとなるのでしょうか。ボールを奪います。さあここから反撃が始まるか。ここでボールを失う。やや危険なプレーでした。同時に2人を変えてきました。さあプレー再開です。抑えます。この位置でボールを奪う。ボールが奪われました。試合終了のホイッスル。残念ながら黒星という結果になってしまいました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。